こちら業務スーパーで人気の宮城製粉さんの瓶詰めシリーズ鮭フレークです。鮭を中骨ごとフレークにしてあるのでカルシウムたっぷりです。国内製造なのに 160g も入ってお値段198円とコスパも良しです。鮭の身は小さめでパラパラっとした感じですけども、味付けは絶妙な塩加減で美味しいです。普段はご飯にかけたりおにぎりにしたりして王道な使い方しかしませんが、少しだけ時間と心に余裕があれば少しアレンジしたものを作ったりもしております。本日はそのアレンジレシピ4つをご紹介したいと思います。どれもめちゃくちゃ簡単なのでぜひ参考になれば嬉しいです。タイムテーブルを載せておきますので見たいところだけでも見ていってください。まず1品目は鮭フレークのクリームパスタです。バターを 2〜30g ぐらい耐熱容器に入れてレンジでチンします。レンチンして溶かしバターができたら、小麦粉を適当にパラパラーっとね、これぐらい目分量で入れていきます。本当にきっちり測らなくても大体の量で大丈夫だと思います。すいません、私お菓子作り以外はあまり測らないのでこんな感じで申し訳ないです。ポイントとしてはダマにならないようにしっかりと混ぜておくことです。そうしましたら再びレンジでチンします。だいたい1分ぐらいチンするとこれぐらいトロトロっとしてきますので、しっかりとかき混ぜまして、ここに牛乳を加えていきます。これもだいたい目分量なんですけど、200〜300cc ぐらいかな、入れてます。これをね、もう一度レンチンしてきます。はい、また1分ぐらいチンしたらしっかりとこんな感じでクリーム状になってくれます。目指すはスープパスタぐらいのとろみなので、もう少し牛乳を加えていきます。そしてしっかりと混ぜていきます。ここでも多分 200cc ぐらいね、足してますね。しっかりと牛乳入れてます。こちら冷めてしまうと結構粘度が出てきますので、思ったよりもサラサラに作った方がいいと思います。いい感じの硬さになったら、ここで主役の鮭フレークをスプーンに、この時はだいたい4杯ぐらい入れました。鮭フレークの塩気がプラスされることも考慮しまして、味を見ながらお好みの量を投入しちゃってください。ここで味付け、塩コショウを適当に入れて、お醤油をスプーン1杯半ぐらい入れましたかね。お醤油もね、味を見ながらお好みの味にしてください。彩りが寂しかったので業スーの冷凍ブロッコリーをチンして加えたいと思います。この緑一つでね、かなり美味しそうに見えますよね。ここにレンチンしておいたお湯を切ったパスタを直接投入します。そしてしっかりとおソースを絡めていきます。では盛り付けていきます。パスタをのせて、レンチンで楽して作ったこのソースをたっぷりとかけて、最後はレンチンしておいたブロッコリーを彩りに添えます。もしあれば刻み海苔とか乗せても美味しそうですよね。はい、完成しました。鮭の旨味がクリームソースに溶け出て美味しくいただけます。続いて2品目もレンチンだけでとっても簡単な鮭のポテサラです。業スーのポテトを耐熱容器に入れてレンチンします。柔らかくなったらしっかりとマッシュしていきます。マッシュできたら、ここに主役の鮭フレークをスプーン2、3杯くらい入れまして、マヨネーズをお好みの量入れてください。でしっかりと混ぜまして、本当はマヨネーズを入れる前に入れたかったバターを加えまして、しっかりと混ぜ混ぜしていきます。バターを加えることでコクが出て美味しくなります。はい、鮭のポテサラの完成です。いつものポテサラと雰囲気も違っていいと思いますし、お子さんにも食べやすいかなと思います。続きまして、鮭フレークの炊き込みご飯作っていきます。今回は1合で作っています。お水は1合の目盛りまで入れまして、顆粒だしとお醤油、あと主役の鮭フレークをこの時はスプーン4杯ぐらい
れました。あとはちょっと寂しかったので余っていたしめじも加えてみました。あとね、風味としてお酒も少々加えました。はい、炊き上がりました。鮭のいい香りが広がっております。お焦げもいい感じですね。鮭をわざわざ買うのはちょっとハードル高いですが、鮭フレークだとね、手軽に作れるんじゃないかなと思います。彩りとして小ネギを散らしたり青じそをかけたりしても美味しそうだと思います。今回はお家にあるものだけを使ってというコンセプトでやっておりますので、見た目こんな感じですがすいません。でも子供たちもね、美味しいと食べてくれました。続きまして、鮭フレークと白菜のミルクスープを作ります。まずは適当に切った鍋の残りの白菜を突っ込みます。あとは冷凍庫に余ってたしめじも入れます。しめじはほんと万能で、冷凍しておいたら助かりますよね。はい、お野菜がくたっとなるまで煮込みましたら、こちらにコンソメスープの素を入れていきます。こちらも何個入れるかはお好みでどうぞ。そしたらここに主役の鮭フレークを入れていきます。こちらも量はお好みで入れてください。あんま入れすぎるとね、白辛くなるので、そこだけご注意ください。はい、さらにしっかりと煮込みましたら、ここに牛乳を加えていきます。味を見ながらね、お好みで入れちゃってください。味を整え、ひと煮立ちさせたら完成です。いつものミルクスープも鮭フレークが入ることで、ちょっと贅沢な気持ちに浸れます。牛乳と鮭フレークでカルシウムももりもりスープですね。以上、業務スーパーの鮭フレークを使ったアレンジレシピ4品をご紹介しました。スープ以外はほぼレンチンでできちゃいますので、鮭フレークが余っている方や、ご飯にかけたりおにぎりばかりでマンネリ化している方など、お試しいただけたら嬉しいです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆様、忙しい中、お料理いつもご苦労様です。明日からも頑張りましょう。では。